皆様こんにちは、手谷由香です。初舞台ということになりますが、まあとにかく全身全霊注ぎ込むのみだと思っています。今あるすべてをフェザリングが研究に没頭したように、私もこの芝居に没頭したいと思っています。今回その、まあ、彼女のキャラクターのことはこれから掘り下げていくんですけど、まあ、とにかく意志が強く頑固な部分がある、一つの物事に集中してストイックに研究に没頭するという頑固さと純粋さみたいなものを持っている女性ではないかなと思っていて、それはある意味男性的でもあり、かつでも女性だったっていう、なんて言うんでしょうね、あんまり男性だから女性だからというふうに物事を考えてはないんですけど、一つの物事にこんなにも人生を捧げて没頭する女性、没頭する人、没頭できる人っていうのはなかなかいないと思うので、まあ、それが一本軸が作れればなと思っています。私が最初に本を読ませていただいて、この本をいただいた時にとてもこう魅力を感じて興味が生まれたことは、その今の演出家さん、サラダさんが演出されるということ、その出会いがとても興味があるというか魅力を感じたというのが一つあります。作品の魅力というのは本当にこれからやっていくことなので、まだ何とも言えないんですけど、難しいですよね。でも私の今だけの解釈で言うと、本当に一つの物事に突進していく人の純粋さみたいなものがそれぞれの人にある舞台だと思うので、それが出せれば心を動かすというか心が動くんじゃないかなと思っています。今言えることはとにかくそのロザリンドが研究に没頭して我を忘れたように、私自身がお稽古と本番と没頭して過ごせるようにこれからちゃんと準備をしていきたいと思ってますし、そういう日々が過ごせるように努力したいと思ってます。同世代の女子ということもあるし、二度お会いしましたけど、言葉じゃない何かで会話できる方だなっていうのは感じてたので、もちろん言葉というのはありますけど、気持ちの面で通じ合えるんではないかなというふうに思ってます。それを期待してるし、そうしたいと思ってます。サラダさん自身がこの舞台を演出されることをすごく楽しみにしてらっしゃるんだなっていうのを感じたので、ゆかそんなに肩に力入れないで、とにかく楽しむところまで持っていこうって、何も心配しなくていいから一緒にやっていこうって言ってくれた言葉が、あの2月の冬のニューヨークが私のどれだけ励みになったか。だから人としてちゃんと会話が、心で会話ができる演出家と会話ができる役者でありたい、数ヶ月サラダと一緒にそういう関係が持てればいいなとは思ってます。何度も同じようなことを言ってしまいますが、今あるものを全て、今ある事柄を、自分の中の引き出しをフルで出して、まあ、ロザリンドを演じられればいいなと思ってます。